おはようございます。3月26日6時17分の相場解説になります。まず日足を見ているんですけども、ドル円の日足ですよね。こちらの方をちょっとねご覧いただきたいんですよ。これ上下にヒゲが出てるでしょ。だからこれはね、上に行くのか下に行くのか非常に難しい状態です。まあですので、全体的に見るとちょっと右肩上がりに向かってますよね。迷いながらもちょっとずつ112円とかの方に向かっているってことですよね。ただやっぱり迷ってる状態なんでね、お気づきの方いると思いますけども、下ヒゲが長いですよね。下ヒゲが長いと、で上ヒゲがそれに対しては短いということなんで、長い方と反対方向に向かうっていうね、方向付けはこれで確認できると思います。だいたいね、ヒゲの出た方向と逆に行くんですよ。これ見てください。下ヒゲが出るってことはそこから上に向かうってことですけども、そうなってるでしょ。でここも下ヒゲが出てますよね。でその後どうなってます。上の方に向かってますよね。でヒゲが出た方向と逆に行くっていうふうに一つ覚えておいてください。ここにもあります。こういうふうなね、ヒゲが出た後どうなってるかなっていうのを、このチャートを見ながら一個一個拾っていくっていうのも、あの漢字ドリルみたいですけどもね、練習になりますのでやってみてください。あとね、包み足ってのをこの中にいくつ見つけられるかってこともやってみてくださいね。包み足ですよ。例えばこういうのが包み足です。はい。赤いロウソク足の横に青いロウソク足が長く出てますよね。だから赤いロウソク足が青いロウソク足に包まれている状態です。だから包み足。包み足っていうのは、例えばこの状態だったら長い青い線の方に引きずられますんで、それからあとずっと落ちていくってことになりますよね。わかりますかね。これと逆の現象がここに起きてます。逆の包み足です。今度は青いロウソク足よりも赤い包み足が長いでしょ。赤い包み足に青い包み足、すいません、赤いロウソク足に青い包み、青いロウソク足が包まれた状態なんで包み足で、こういう時は上に向かうんですよ。この差わかりますかね。ね、長い方が主導してるってことなんですよ。これはまたテキストでもご確認ください。次、4時間足。さあ、全体的にはこのヒゲの束がありますよね。この下ヒゲの束がきっかけになって、それまで落ちていたものが止まって上の方に向かうというね、こういうふうなきっかけになってます。移動平均線もずっと3本上の方に向かってますよね、でもこれ右肩上がりなんですよ、完全に。で全体的にこの三角形が、逆三角形ができてるでしょ。でこのゾーン、これも確認できますよね。ゾーンの始まりはこれですよ。陰線陽線の束ができていて、ものすごくここがね、力点になってるんですよ。でその力点を伸ばすと、ここにまたね、新しい力点ができてます。どういうことかっていうと、これを突き抜けた後、この力点を下支えにしてレジサポ転換して上の方に向かっていくってことですよね。まあ上の方への向かい方がいまいちね、ズバッと行くよりもじわじわとって感じですけどもね。では重要な1時間の方です。昨日もお見せしましたけども、こういう風な形になるということをね、お話してそうなってますよね。こう、あとは調べてみてください。なんとかトライアングルってやつ、これなんとかトライアングル、ディセンディングトライアングル、アセンディングトライアングル、どっちでしょう。で、こういう風なチャートの流れがだん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 収縮していって、ちっちゃくなっていって、もうすぐしたらブレイクしますよ。ブレイクってのは、ドカーンと上に向かうのか、ドカーンと下に向かうのか、どっちかですよ。そうならない場合もありますけど、もちろん。でも、ドカーンと上に突き抜けるか、ドカーンと下に突き抜けるか、その可能性が今までの例から高いんで、じゃあ確率論で貼っときましょうってことなんですよね、で FX ってのはこういうようなテクニカルがあった後は、あとは確率の問題ですから、上に行く確率が 60% から 70% という過去実績が出ていったら、上の方にね行くことにかけると、10回中6回7回当たるんだったら、ずっと資金って増えてくるでしょ。だからね、たまたま外れた2回3回がずっと来ると思っちゃダメですよ。同時にたまたま当たった2回3回がずっと来ると思ってもいけないんですよ。だからロスカットを引くんですよ。ちょっと長くなりましたけども、またね、細かい説明を講義の方でしていきますのでお楽しみに。今日はですね、
こんな感じです。1時間足が収縮に向かって、これからブレイクが始まるんではないかなってことです。あとは上昇にかけるのか、それともね下落にかけるのかっていうのは、この三角形が何という三角形なのかってことが分かったら、ご自身で判断してください。ディセンディングトライアングルかアセンディングトライアングルのどちらかだと思います。でどちらかっていうのがはっきり分かったら、あとエントリーの方法分かるでしょ。だから私も全部話さないように徐々にしていきますからね。で分からない方は個別で連絡してください。お答えします。よろしくお願いします。では本日もありがとうございました。